今までの北斎はどちらかというと例の赤い富士山だとか大きな波の富士山だとか北斎漫画だとかそういうものしかほとんど北斎の、その活動っていうのは紹介されてこなかったんです。ところが北斎は約70年間絵を描いて、います。で今言った作品は北斎が70歳頃のほんの数年間に描いた作品です。でそのためにこの展覧会では北斎が20歳でデビューをして90歳で亡くなるまで の代表的な作品を網羅的に集めてあります。やはりその北斎が常に新しいものを吸収するという姿勢はそれはやっぱり、古い形のものを壊しているものもあれば、また北斎自身が作り出したものもあってそれはやっぱりそれがなんとなく現実、近代性とかそういうものにつながってくるんじゃないかと思いますけれども。